中心部から比較的近い近くには、ソージョの爆発した工場もある、あんな風にもういろんな瓦礫とかゴミの撤去作業をしているような状態。今はもう水がないんですけど、あの家とかは多分上まで来てる状態かなと思います。まあ、この辺の木とかの色が変わってるけど、まあこの辺泥とかついてるので、確実に私の背よりは高いところまで水が。川の水は引いてますけど、今現在こういう感じで、まだ、洪水の爪痕が残ってます。もう立ったばっかりじゃないかな。こういう状態で結構現地の人も声かけしてくれたりとか、疲れてるのにすれ違ってちゃんと挨拶してくれたりとか、いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。 Thank you.